やべえ、ティファニーじゃんってなって、はい、予約するって言われて、あ、予約しますって一冊名前書いてドンピシャなカラーリングだったから僕は買って、自分の家でなんかコーディネートを合わせるときにちょっとあれしたりしてて履いてたんですけど、はい、並んでるメンバー一緒なんですよ、どこも LA クルーみんな仲いいから。これは24時間並びましたね、ナイキのWTS 編集長の周平です。本日はキングマスさんのショールームに遊びに来させていただきました。ありがとうございます。インタビューをよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は、キングマスさんの硬いっすよ。本当ですか俺やっぱダメだな、こういうの向いてないっすよ。全然あの柔らかくやりましょう。本日はキングマスさんのお気に入りのスニーカーを3足ご用意いただきました、ね、はい、ちょっとご紹介をよろしくお願いします。あ、もうあれですか、スニーカーの紹介入っちゃっていいですか。僕の紹介。あ、そうですね、すいません、キングマスさんの紹介。僕の紹介よろしくお願いします、すいません、マサです、よろしくお願いします。僕自身は今アパレルをメインにいろいろクリエイティブなイベントプロデュースしたりとか、飲食系のプロデュースしたりとか、いろいろこう人を楽しませるをモットーにいろいろ面白いことやってます。でも元々やっぱりこうね、ブログをやってての活動で、多分スニーカーのキングマサっていう名前がすごい売れちゃって、でその後の今はアパレルっていうところなんですけど、やっぱりまあ僕の大好きなこうスニーカーというところで、シュウ君ともよくあのスニーカーのお話をさせてもらうんですけども、今日はちょっと僕の懐かしい、あのもう旬のやつはやめて、まあまず履いてるのからちょっと紹介させてください。それは最高の一足、はい、マーズヤードって、もうちょっとこれも磨いてくれよかったなって思うぐらいもう履き倒してるんですけど、テレビ出演する時とかメディアで出る時、結構僕これ履いててですね、いろんな人にマサ君っつったらマーズヤードのイメージあるよねっていうのは。確かにそうですね。ね、これなんで好きかっていうと、もうやっぱり何にでも合うんですよ。シンプルだし合わせやすいし、最初僕何なのこの靴と思って見てて、確かパリのファッションウィークかなんかに行った時に、なんかファッションのやっぱり重鎮たちがみんなこぞって履いてたんですよ、はいはい、なんかこれかっこいいなと思って青山の抽選行って、安定の外れましてですね、はい、で友達が当たってたから、はい、お願いっつって頼み込んで、ちょっと見てもらって、あ、いいっすね。買ってもらってすぐにもうそこから履き倒してます。僕の中ではあるんですけど、どっか脱いで上がるってなった時に、はいはい、汚いスニーカーだったらちょっと恥ずかしいなみたいな。あ、それがさ、今日ねご紹介するあのスニーカーとかちょっと古いのが多いんで、はい、まあまあ汚れてて汚かったりとか、はい、それが僕の中でどっか脱いで上がる時の怖いところ。ただまあ脱いで上がるときは基本的に僕袋持っていくんですよ。あ、そうなんですか。数百万とかの靴が置いてあったら怖いじゃないですかそうですね。だから僕はそこは持っていくようにしてて。なるほど。じゃあとりあえず今日は、スニーカーでリリース順に行きましょうかね。一番多分古いのはそうですね、ダイヤモンドダンク SB ですね。通称ティファニーと言われてますけど、まあついこの間エアフォースワンで発売して、ね、まあ、あれは本当のティファニーとコラボレーションして、ね、ティファニーとナイキのエアフォースワン、これはちょっとリリースの年僕覚えてないですけど、僕もパッと出てこないですけど、2000年代前半ですね。2000年代前半に僕高校でオーストラリアに行ってたんですよね。スニーカーとシュプリーム、エイプ、ステューシー、この辺にドハマりしてた時期があって、はい、オーストラリアのスケートショップ見つけては毎週行ってたんですよ。そこの店員とすごい仲良くなって、来週こんな靴出るけど知ってるって言われて、はい、やべえティファニーじゃんってなって、はい、予約するって言われて、あ、予約しますって一冊名前書いて今から思ったら予約できたんだみたいな。日本多分これすごいことになってたんで、はい、ダイヤモンドサプライね、 LA のダイヤモンドサプライっていうスケートショップの、コラボレーションのスニーカーなんですけど の第1弾で、僕の高校生の時の一番思い出深いと言っては思い出深い、僕高校にこれ履いていってましたから、ね、いやかっこいいですよね当時。でしかもこれサイズ12なんですよ。ああそうですね、ちょっと大きいですね。めっちゃでかいじゃないですか。昔僕太ってたから、ちょっとこうでかいスニーカー履いてる方がバランス良かったんですよ、はい、デニムも36以上のデニム履いてたし、今履くとね結構ロボットみたいにめっちゃ足だけ足が大きくなります。そう、足だけめっちゃ大きく見えちゃって、でもまあみんなになんかまさか綺麗に履いてんねって言われて、いや、まあ、めちゃくちゃ状態いいですよ、ね、スニーカーはね、エナメルとかが全然剥がれないですし、うん、大事にいつも履くので、今のダンク SB より当時のダンク SB の方がクッション性とか履き心地がすごいいいんですよ。しかもなんか昔やったじゃないですか、紐を結ばないで後ろに入れて、そうですね、厚タンをこうやって出すみたいな、はい、今はむしろ あんまりタン出したくないんで、あ、そう、今は無視してますけど、これはね、結構分厚いからタンが出るんですけど、はい、僕の中ではもう本当にスニーカーに思いっきりどっぷり入った最初の方のスニーカーで、はい、もうこれに関してはもうあと新品で 2,3 足欲しかったな、あ、そんな感じの一足で、ちょっと長くなっちゃうんですけど、2足目の
スニーカー、これはね僕ちょっと室内でしかまだちょっと履いてなくて、はい、これ2足履いたら絶対履いてるんですけど、ダンク SB のルーンっていう1足です。当時プロモサンプルが出回ったのがダンク SB のグッチカラーのダンク SB とハイのやつ、はいはい、これが同タイミングでサンプルのリークが出てて、うわやべえどうしても欲しいと、この緑超イケてんじゃんと思って、はい、どうしても欲しかったんですけど、リリースがずっとされなかったんですよ長い間、はい、サンプルだけで、でようやくリリースしてこれを買った SB のショップに行って、あこんなのも全然余裕で残ってました。あでもオーストラリアで、これもオーストラリアで、あーなはい、オーストラリアのダンク SB って結構セールになるんですよ。あそうなんですか。僕が初めてオーストラリア行った時、ハフのタイダイ、バックダンク、ハンター、レッドデビル、その辺全部セールでした。バックダンクもセールだったんです、はあ、でまあもうドンピシャなカラーリングだったから僕は買って、自分の家でなんかコーディネートを合わせる時にちょっとあれしたりしてて履いてたんですけど、はい、いつ下ろそうかないつ下ろそうかな、なかなか下ろせない一足です。な状態がやっぱ綺麗なんです、ね、いやでも本当にだって室内でしか履いてないし、クリスも何もないじゃないですか、はい、2足目のダンク SB でございます。ちょっと最後になりましたけど、これも結構もう年季が入って、これもうちょっと恥ずかしくって汚いから履くのが、ただまあヴィンテージっていう意味では全然いいのかなと思うんですけど、毎月2月3月4月だったかな、毎月1足ずつ出たんですよ。最初に出たのが禅で、あこれですね、そうですよね、はい、禅ダングレーと次がブラックでタンですね。ああそうですね、タンが最後ですね。そう初めてのナイキとカニエウエスト のコラボレーションのスニーカーで、その前にまあカニエはエイプとやったりとかルイ・ヴィトンか、あそうですね、とかとやってて、でルイ・ヴィトンのやつも僕はすごい欲しかったんですけど、じゃあヴィトンに入ったら連絡しますって全然連絡もなく、多分ミップに全部行っちゃったんでしょうね、はい、僕はやっぱりカニエ・ウェストがかっこいいなと思って、エイプが好きになったのもカニエが来てて、当時カニエとファレルが結構表に出てたじゃないですか。でファレルがレッドカモのメッシュキャップかぶったりとか、当時もめちゃめちゃかっこよかったから、それを見て、まあ、カニエとナイキの靴はやばいと、でナイキのビバリーヒルズと NSW っていうナイキのモンテバンっていうハリウッドにあったナイキスポーツウェアのお店があったんですけど、とりあえず両方並ぼうぜっつって友達と、ああそういうことですね、友達と両方並んで、大体僕らもずっと並んでたから、はい、並んでるメンバー一緒なんですよどこも。で LA クルーみんな仲いいから、ナイキタウンが10時でナイキスポーツウェアの方が12時だったから、2時間あったってこと、2時間あって、1足目買ったのが、これは後々後から買った方だったんですけど、だから2足ゲットしたんですけど、これは24時間並びましたね、ナイキのナイキタウンビバリーヒルズの前に、本当にフェラーリだとかもすごい車が通って、いろんな人たちに何並んでんのって言われて、あラッパーが来るとか、なんかみんな嘘ついたり、外人のあのノリでなんかいろいろ適当に、うん、で 1回目のこれが24時間並んだから、次からブラックピンクなんて1週間ですよ。1週間僕並びました。どういう風に並ぶんですか、お家帰れるんですか。いや帰ってましたよ、それは